OK。 今日はね、ちょっと残念ながらね、飛び足になってしまったので、では皆さんこんにちは、K-STREAM 柏の葉コミュニティ放送局の生放送第2部をちょっと予定より少し早いですけれども開始したいと思います。今ですね、いつも K-STREAM 放送しております UDCK 柏の葉アーバンデザインセンターにて、元気なお子さんたちの集まりピノキオプロジェクトっていうグループのワークショップ今行っていて、ちょっとね、潜入させていただいております。これからお子さんたちが、これツアーって書いてますね、ピノキオツアーという、ちょっとそうですね、発表を始めるようですので、ちょっとその模様を最初に少しご覧いただきたいと思います。どうぞ。最後は、スタッフツール、スタッフのなんかカードを持ってる人しか入れない場所で、そこを通りながら風鈴堂へ行きます。そこに言わない、そこに言わないでしょ。それで終わりです。はい、だって終わりです。そう、これはね、タイトルにあるように食べながらお買い物って食べるところにこだわっていたんだけど、あまりにもこだわりが強すぎてまとまりませんでした。なのでこのマル秘の面白いところを入れながら、今度話し合うチャンスがあったら食べ物と絡めてツアーを組み立てていくという感じかな。はい、じゃあ次に行きたいと思います。はい、正解だったんです。はい、ありがとうございました。じゃあ次行きます。はい、すみれちゃん、ちひろちゃん、はい、お願いします。はい、じゃあ大きい声でね。はい、よろしくお願いします。私たちが作ったツアーは B ツアーで、意味は B はバックヤードの B で、 E はエレベーターの E、エスカレーターの E です。内容はまず1つ目が1階のスタッフ入り口から入る
るんですか？金メダルはエスカレーターが何個あるかってクイズを出したときに当てた人で、銅メダルが1個で、銅メダルが1個もできなかった人。すごいね、クイズを解きながらそんなのもらえると楽しみですね。うん、エスカレーターにポイント絞ったのがすごいユニークでした。エスカレーターってやっぱり楽しいんですか？面白い、対象としてわかるけど、うん、多いから、うん、そうだよね。はい、じゃあ拍手ありがとうございました。はい、じゃあ次行きます。はい、今度まこちゃん、きょうこちゃん、みなほちゃん、さつきちゃん、はい、前にお願いします。はい、ありがとうございます。ここはね、すごいですね、もうね、タイムスケジュールまで組んでます。このくらいで準
実際にできるといいなってすごい聞いてて思いました。よし、じゃあまた次に向けて頑張ろう。はい、じゃあありがとうございました。はい、大地くんと昴生くんです。お願いします。じゃあお名前からお願いします。私も昴生です。木村大地です。僕たちが考えたツアーはバックヤード見学ツアーです。内容はクリスタルコートを出発するときに最初に2階を一周するんですけど、それを自分たちで作った汽車にお客さんを乗せて 2階を一周します。その後エレベーターで3階へ上り、プレイランド373の中をプレイランド373のバックヤードを見学します。その後赤ちゃん本舗に行き、赤ちゃん本舗のバックヤードを見学します。その後イベントステージで休憩をして、イベントステージを降りて2階に行き、2階のクリスタルコートワビから外に出て1階の東急ストアに向かいます。1階の東急ストアでバックヤードを見学した後、エレベーターでクリスタルコートに上がって終了です。ポイントはビルを見せず全部バックヤードに向かいます。得点はツアーに参加してくれた人には、脇にこういう風に参加ツアー参加者ですみたいなのを貼って、それを UDCK でやる方のお店で見せると、商品から 30p 値段が引かれるということです。作るものは汽車、特典の旗です。はい、ここはね、オリジナルの汽車でも行くんですよね、ここ。はい、もうすでに2回もありますけど、それを上回る素敵なオリジナルの汽車で回っていきます。で、あと面白いのはやっぱこれだよね、今ここに大地くんが見せてくれたけど、こういうシールをつけると、今度お店の方で割引してもらえるっていうのすごいアイデアだなと思いました。これもなんか次に活かしていきたいと思います。はい、拍手。はい、じゃあ最後のチームになりました。はい、メイジョーとカンちゃんお願いします。終了にしたいと思います。はい、ピノキオ食堂誰か、あ、そうですね、はい、で今日ね、みんなピノキオリーダーのみんながツアーの内容を考えている間に、みんなを支えてくれるピノキオサポーターの皆さんがピノキオ食堂について少し打ち合わせをしました。じゃあそれをみんなにちょっと紹介してもらおうと思います。お願いします。お名前からお願いします。じゃあどうぞ前に。はい、はい、こっち。
汁粉とかフルーツとかを自分でかけて食べられるように工夫して食べるっていう、一つのお椀100ピーみたいなのを作る。あとは、ヤムチャのものを何か挟んでみたりとかして食べるピタパンって、パンをちょっと細長くしたものを半分に折ってあるパンなんですけど、それを作って、そのやめちゃを買った人が好きなものを挟んで食べるとか、お客さんにお任せみたいな形で、いつもはウェイトレスさんとか調理する人とかが時間に追われて結構忙しくて大変なんですけど、今回は作るのも割と簡単にして、子どもたちは調理に専念してもらって、用意されているものをお客さんが自由に取っていくという形を取って、お茶なんかもご自由にどうぞという形を取ります。今年は3月11日に災害がありましたけれど、その災害の時の気持ちを忘れないようにということで、周りに段ボールをちょっと貼るんだそうですね。そこに何か来てもらった人に自分がやった防災の件で自分がこうやりたいこととかやってみたいことをこうやったらいいんじゃないかなっていうことを貼ってもらって、みんなでこうアイデアを持ち寄ったらどうかなっていう意見もありました。みんな1回働いたら何食も食べれるっていうことだね。スポンサーを探しますってことですね。スポンサーを探しますって。そうです、お父さんお母さんや町の人が汗をかきます。大人の人が汗をかきます。よし、期待しましょう。はい、じゃあこれで最後なんだけれども、これから後の日程について少し紹介します。でもうみんなのうちにはメールで連絡を入れてるんですが、第2回目のワークショップで、さっきもお話あったけど、一応9月7日17日の土曜日に予定していました。でただほとんどのお友達がみんな運動会なので、今もう一回日をちょっと調整しようと思ってます。なので改めてまたメールで連絡を入れたいと思います。で今その次にもう一回プラスでワークショップをできないかというふうに考えてました。でその日にちも、後で連絡をするんですが、一応伝えますと10月2日の日曜日、ここでもう一回ワークショップやる予定です。であとは
10月6日の木曜日、10月7日の金曜日、これ放課後になると思うんだけれども、実際にクリスタルコートのところで去年やったようにコーナーを作ります。で、必要だったらツアーも看板とか作るかもしれないね。で、そういうものを作ります。で、本番10月8日の土曜日と10月9日の日曜日です。で、リーダーのみんなはどっちか1日は少なくとも、中に入ってツアーを動かしてほしいので予定を空けといてください。お願いします。はい、じゃあ以上でしょうか。はい、じゃあ最後にゆりせんさんお願いします。今日はお疲れ様でした。いろんなアイデアが出ましたので、これはまた、スタッフの皆さんと、いろいろアイデアを膨らまして、また皆さんも次のワークショップの時にもっと膨らましてほしいと思います。今年からはできるだけみんなで作るピノキオプロジェクトということにしていますので、みんなのアイデアをみんなで実現していくという形をとっていきます。なので、ぜひ、ここにいるお友達だけじゃなくてですね、自分たちが考えた面白いアイデアに自分の友達も連れてきてください。保護者の方もぜひ皆さん周りのお友達を連れてきてほしいと思います。まあですね、それで、時間があと約1ヶ月なんだけども、今17日がたまたま運動会だったのね、すいません調査不足で。なので例えば次の日とかは疲れてるけど空いてたりするのかな、はい、みんな。はい、じゃあ再び失礼いたします。で、以上ですね。今 UDCK で行っていました、はい、元気なお子さんたちのグループピノキオプロジェクトの内容ですね。皆様に少し覗いていただきました、はい、それでちょっと一旦失礼いたします。大丈夫？はい、もうね、あと少しなので体、はい、気をつけて。はい、皆さんこんにちは。 K ストリーム柏の葉コミュニティ放送局、本日の放送の第3部ですね、実質。夏休み子ども放送局、前回ですねお送りしたのが、ちょっとですね機械のトラブルで、ちょっと一部放送できていなかったところがあったので申し訳ありませんが、再度元気なお友達にまたニュース原稿を読んでいただきたいと思い集まってもらいました。皆さん今日よろしくお願いいたします。お願いします、はい、じゃあ早速なので、じゃあ一番のお友達、じゃあニュースを読んでもらいましょう。7月中に熱中症で病院に運ばれた人は1万7700人余りとなり、過去最多となりました。死者は少なくとも102人に上り、このうち高齢者が全体の 72% を占めますが、小さい子が熱中症とみられる症状で死亡したケースもありました。総務省、消防庁などではこの後も厳しい暑さが予想されるとして引き続き注意を呼びかけています。台風がお送りしました。サッカーの女子ワールドカップで初優勝したなでしこジャパンに対し、国民栄誉賞が贈られることになりました。国民栄誉賞はこれまで18人に贈られていますが、団体に贈れるのはなでしこジャパンが初めてです。サッチがお送りしました。明日のお天気をお伝えします。湿った空気の影響で関東地方は雲が広がり、朝晩雨が降るところもあるでしょう。傘を持ってお出かけください。強化がお伝えしました。
明日の天気をお伝えします。湿った空気の影響で関東地方は雲が広がり、朝は雨が降るところもあるでしょう。傘を持ってお出かけください。後世がお伝えしました。東日本大震災で津波の被害を受けた気仙沼の小学校をさかなクンが訪れました。さかなクンの話に子どもたちは目を輝かせ聞き入っていました。メイがお伝えしました。京都市動物園で飼育されているメスのゴリラが妊娠していることが分かり、日本生まれのゴリラの間で初めての子供が誕生するのではと関係者の期待が高まっています。このゴリラは25歳のメスゴリラの元気で、父親はオスゴリラの桃太郎です。飼育員の長尾さんは、これまでの積み重ねが実を結んだと思うので無事に出産してほしいですと話しています。以上、カノがお送りいたしました。明日の天気をお伝えします。気圧の谷に伴う帯状の雲が東日本から西日本にかかっています。この雲は今夜一旦南に下がって天気は回復しますが、明日は再び北上する見込みです。河川の増水や土砂災害には十分ご注意ください。ケントがお送りしました。今日はですね、7人の元気なお友達にニュースを読んでいただきました。で、お友達、じゃあみんなちょっとこっち、せっかくなのでね、最後ちょっと集まってもらおうかな。ね、この7人の元気なお友達、今日ね、ニュース読んでもらいましたので、またね、機会があったらこうやって皆さんに集まってもらって、ね、またニュース読んでもらったり、カメラ動かしてもらったりしたいと思いますので、またね、ぜひ機会あったら参加してくださいね。今度はぜひお友達も連れてきてください。元気がよろしい。で、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。で、これでですね、夏休み子ども放送局と終わりになりますが、最後にちょっと告知だけこちら入れますか。で、最後にですね、一つだけ、これはですね、9月の17日土曜日から11月5日までの土曜日、これ隔週でですね、4回連続で、柏田中を写す景観写真講座というものを開催する予定になっています。こちらの参加者を募集していますの募集しておりますが、9月の13日の放送で、先ほどですね、ラジオ玉手箱にご登場いただいた団地っ子さんから詳しい案内ありますので、ぜひ9月13日の放送を楽しみにしてください。と、その前に来週も火曜日の午後1時から放送ありますので、またぜひ皆さんには9月10、また来週の午後1時にお付き合いいただきたいと思います。では今日はちょっと長くなりましたけれども、柏の葉キャンパス駅そば UDCK 柏の葉アーバンデザインセンターより、私安藤美影と、あとは先ほどご登場いただいた、先ほど、そうですね、もう今日いろんな方ご登場いただいてるんです。最後はあれですかね、せっかくだから皆さんに。じゃあですね、じゃあちょっと最後、じゃあここの元気なお友達と一緒にお別れしたいと思います。じゃあ今日はどうもありがとうございました。さようなら。また来週もよろしくお願いします。